さん今日はどういうテーマでしょうか。はい、今からお金持ちになる現実的な方法、これ5選でお話しようかなと思います。はい、お願いします。結構ね、お金持ちになるためにこのチャンネルやってますけど、いろんなこうアプローチ方法があるかなと思うんで、固定概念にとらわれずにいろんなジャンル手法で話してみようかなと思いますんで、お金持ちになりたい方はね、ぜひ最後まで動画をご視聴よろしくお願いします。令和の富裕層研究所ではお金に関する様々な情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録いただければと思います。よろしくお願いします。今からお金持ちになる現実的な方法ということでね、5つお話ししていこうかなと思います。ちょっとまだ思ってるかもしれないですよ、視聴者の皆さん。3年を見て。あ、そうだ。新ニーサをやってるだけではお金持ちになれないっていう、この令和の富裕層研究所のちょっと持論がありましてね、新ニーサこれからね、準備してるぞっていう方には、ムムッとされるかもしれないんだけど、まあ、先に言っとくと、新ニーサだってもちろん皆さんね、やるのもいいと思いますし、僕もやろうと思ってますけど、新ニーサだけでね、お金持ちになるのは多分無理なんですよ。満額月10万積み立て&成長投資枠年間200万で、ね、合計360万年間投資できるんで、これ5年間フルでやれば1800万上限まで投資できるから、まあ、でもそれでもね、お金持ちにはならないかな。まあそこまでお金入れるんだったら、ある程度お金持ちです。そうそうそう、言うとそうだよ。だからそう、年間360万も投資できないでしょ。だからそもそも月3万5万の積み立て NISA の延長線上でやってたら、20年かけてまあ倍になったら大成功、年利6% 7% 増え続けるのは20年続けばね、まあ確かにそうなってきますけど、それも多分危うい。対して増えないまま20年後にうわーっと頭抱えるみたいなね、そういう未来が私には見えてるんですけど、確かにそれあり得るかなと、ね、一人差だけでもダメかなってもし思っていただける方はね、このちょっと今からお金持ちになる現実的な方法を1個ずつね、検討いただければいいんじゃないかなと思ってますという感じですね。じゃあまずじゃあ最初に1個目いきましょうか。今から現実的にね、お金持ちになれる方法1つ目は結婚なんですよ。ちょっと前にもこのテーマでね、ゲンさんと話しましたけど、そうなんですよね。そう、理解のあるパートナーとの結婚ね、これめちゃくちゃ大事ですよ。まず共働きできる夫婦になることがまずね、スタートダッシュ超大事。例えばあんた一人で稼いできてよっていう専業主婦モードの方だと、ご主人がよほど収入高くない限りは結構厳しいから、夫婦で一緒に旦那さん年収500万、奥様年収400万で世帯年収900万みたいなね、こういう風な夫婦で計画的にお金貯められると、これすっごい一気にお金貯まるんですよ。でそのお金が貯まればね、他の戦略、この後話していきますけど、いろんな戦略が手打てるんで、共働きだとして、まあ、ゲンさんなんかね、計画的に多分共働きでお金ね貯めてられる状況でしょ今ね。働くのは大好き、好きな2人なんです。すごいいいね、最高。お金っていうか、お金を稼ぐのがもうとにかく好きな、そう、2人夫婦ね。そう、そういうね、ご夫婦がお金持ちになりやすいんですよ。そういう風に目線を合わせられるパートナーと結婚するっていうのが、まずこう芸術的にね、お金持ちになるまず第一歩かなと思うんですよね。ちょっとね、考えれば、奥さんは専業主婦で子育てして、はい、大事なんですけど、旦那さん一人で収入の柱一本です、はい、まあ、副業やったら会社員だけです、だったら従業員もいない一人社長に全てをかける、そんな感じになるじゃないですか、結構リスク高いですね。リスク収入発射1本だからね、それだと本業1本だけ、その方がね怪我したら止まるからね、そうそう、そうだから、そういう意味でもリスクヘッジも全然できてないし、収入の発射1本に依存してる状態、正直ね、そこまでまだ収入が高くない状態でその関係になっちゃうと厳しいっすよ。やっぱし1人が超稼ぐんだったら別なんだけど、なんでやっぱり共働きで一緒に稼ごうぜ、お金貯めようぜっていう夫婦パートナーシップを築くっていうのはね、お金持ちの第一歩かなと思うんで、これがまあ1つ詰めという感じですね。超稼いでて、旦那さんがもう収入の話は複数あったら、これはね別の話ね、大きい会社の社長ですよね、それは。あ、そうそう、これだったらそう、全然ね共働きになる必要はないんですけどね。そう、それは結構頑張らないと、頑張らないといけない、出てきないですよ、その旦那さん。そうなんですよ、そうそうそう、だからそうじゃない限りはね、戦略的に共働きできるパートナー見つけようぜっていうのがね、まあ1つ目かなと、はい。でまあ今言ってくれたすごい稼ぐっていう戦略になるのが2つ目なんですけどね、お金持ちだと現実的な方法2つ目は、成果報酬が高いセールスパーソンというか、まあ、営業マンになるっていう、これがまあ2つ目かなと思うんですよ。で、まあ、例えば不動産の営業やりますとか、あと外資の保険の営業マンやってるとか、あとは最近はね M&A の仲介、企業買収ね、 M&A の仲介やってる方とかがね、もう凄まじく稼ぐ人いるんですよ。で年収数千万とか、まあ、すっごい人はたまに多くの人もいるから、まあ、こういう風にそれを目指せる土壌に
にいる方はそこを追求するのがいいですよね。ただ不動産もあの仲介した額の何パーセントがもらえるっていうインセンティブつく会社っていっぱいあるんですよ。だからまあ僕の知り合いでも年収5000万の営業マンとか不動産でいますよ。でそれだけたくさんお客さんに物件売ってて仲介手数料の一部が自分に入ってくるっていう感じだったり、不動産の売却利益の一部が入ってくるみたいなね、そういう雇用条件で働けてるインセンティブの大きい営業マンっているんですよ。要はあれですよ、単価の高い商材売ってる会社がいいってことですか。あ、そうそう、簡単に言うとそういうことだね。単価の高い商材売ってる不動産とか保険とかM&Aがね、やっぱ浮かぶかな。この辺でしっかりインセンティブつけて稼いでる人っていうのがお金持ちになりやすい。でこの場合はね、専業主婦の方との結婚も全然ありなのかなと思うけど、ちょっとね、参入障壁高いとも思われるかもしれませんけど、まあこれが2つ目、やっぱりあの成果報酬、完全報酬の営業マンになるっていうのが2つ目の手段としていいかなと思います。まあ、ちょっとね、無理があると思われた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっと最後にね、まとめて言いたいことがあるんで。あ、そう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 、最後に、ね、ちょっと水平聞いてほしいですよ。最後にまとめていくんでね、はい、はい。で3つ目ですね、現実的にお金持ちになる方法3つ目はコンテンツビジネスをやるっていうのも一つかなと思います。まあプラスで言えるならコンサルビジネスもいいかなと思うんですけど、これはねよく X 見てると個人事業主の方とかで自分で何らかのコンテンツ売ってる方とか、何か自分の得意分野でコンサルしてる人って結構いるんですけど、この人たちはかなり稼げる可能性が高いですね。例えば物販が教えられるとか、例えば自分が副業で Amazon 物販頑張ってて毎月利益50万、毎月利益100万出ましたっていう方っていっぱいいますけどね、頑張ってればそういうレベルの人いますけど、まあ、そういう方々が例えばじゃあ月30万利益を稼ぐ物販を教えますっていうコンサルをするとか、あるいは自分でコンテンツ、まあ、デジタル教材が最近多いですけどね、自分で動画作ってその動画を見ていただけるとかっていうようなことで販売するとかっていうのを作るとか、まあ、あとは英語が得意な方が英語を教えてあげるとか、ヨガが得意な人がヨガのレッスンをしてあげるとか、こういう風に自分自分が得意なものを教えたり教材にして売るみたいなことができると全て利益なんですよ。自分が動くコース以外はもう全部利益なので原価が本当にないんですよね。例えば30万円売れましたと、コンテンツが売れたらほとんど30万ほぼ全部利益になるかなと思いますね。まあ販売プラットフォームで例えば有名なブレインさんとかね、ああいうノートとかああいうところで売ったら手数料は控えますけどね、その手数料以外全部利益だから。あとコンサルもそうなんですよ。例えば X とか Facebook とか、まあこのね YouTube もそうですけど、で情報発信して、で何かコンサルを注文取れたらこのコンサルでいただいたお金って全部利益なんですよ。だからすごくお金が増えやすい、得た売上のほとんどが利益だからっていうことですね。だからこのコンテンツビジネスとかコンサルティングとかができる人には頑張ればお金持ちになりやすいっていうことですね。ただこれはまあ条件としては得意分野がある必要はありますよね。自分が何か秀でたものがある、それが教えられるっていう状態であればこのコンテンツビジネスとかコンサルビジネスっていうのがお金持ちになるにはすごく有効なのかなっていうところなので、まあ、ぜひご自分に何か教えられるものがあるかなとか、ちょっと他の人に負けない、なんかこう自分の強みとかノウハウとか知識とかある方はこっちの道でお金持ち目指すっていうのも一つかなっていう感じになりますかね。これが3つ目、コンテンツビジネスでした。そしてですね、今からお金持ちになる現実的な方法の4つ目、これは令和の富裕層研究所がねとっても得意としている不動産なんですよ。やっぱしさっきの不動産を売るんじゃなくて不動産を買って運用する側、これがやっぱりねお金持ちが多いです。まあ不動産投資ってやつですよね。でできればアパート1棟とかマンション1棟、建物1棟に投資するっていうのを目指してほしいなと思っていて、例えば10世帯のアパートとか20世帯のマンションみたいなものを買っていくっていう感じですね。で当然銀行の融資を受ける必要があるので1棟ものだとね今だいたい5年収700万以上、700万以上の方はいつでもちょっと相談欲しいですけど、あの1棟ものを買える可能性があります。で自己資金もある程度ね数百万とか入れていく必要はあるんですけど、ここの条件クリアする人はちゃんと勉強して毎月銀行返済とか諸経費払ってもプラスが残るような家賃収入が得られるアパートを買って、で5年10年15年持ち続けてもいいし、どっかのタイミング、まあ5年10年後に売却するっていう、この売ることによって、利益確定してそこで数百万数千万のお金を作るみたいなことができるのがあの不動産投資の醍醐味なんですよね。ちょっと借り入れするリスクとか空室が出るから埋めなきゃいけないとかね、この辺のリスクはもちろんあるんですけど、まあ、勉強すれば全部ね乗り越えられる、大したことないリスクなんですよ。なので少子化の日本でも全然空室埋められるノウハウとか立地選定とか戦略があるのでね、この辺を学べれば一棟物を中心とした不動産投資、これをやって家賃収入、インカムゲインと売却利益、これキャピタルゲインって言いますけどね、この2つを手にすることでお金持ちになる。これも僕の周りではあのそのお金持ちになっている方がとっても多いのでね、不動産投資も一つ、まあ、選択肢に検討していただくのがいいんじゃないかなと思いますと、まあ、これが4つ目でした。そして
最後5つ目、これはちょっと難易度少し高いかなと思うんですけど、実際に最もねお金持ちになりやすいのは何かっていうと、あのバイアウトだと思います。あの事業のバイアウトね、株式会社を立ち上げて、まあ合同会社でもいいんですけどね、自分の事業を作ってある程度利益が出た段階でこれを売るっていうことですね。まあ、有名なところで言うと、まあ ZOZO のね前澤さんが数千億レベルでねバイアウトしたと、まあこれちょっと異次元ですけどね、とかあと青汁王子さんとかも有名ですよね。青汁王子さんもあの企業を作って売却してたくさんお金を得るみたいなことをね何度もやられてる方なんで有名ですけど、だからあとあの表に出てないですけど、僕の知り合いでも建材の営業会社を育てて最後某機関にあの売却したのがあの160億でバイアウトした友人がいるんですけど、160億言って株式ってあの売却利益 20% しか税金取られませんので、32億か税金払っても手取りが120億ぐらいかな、まあ、100億以上の手元の資金も手にしちゃったみたいな、まあ、ちょっと異次元ですけどね、そういう人もいます。まあ、ただちょっとこれは額でかすぎるんで、まあ、もうちょっと現実味を帯びた話すると、年商数千万とか年商1億円ぐらいの会社でもあの売却できる可能性は結構あります。買い主さんはいっぱいいるってことですね。なんで数千万とか1億ぐらいの売り上げの会社を1人2人でもし作ることができれば、これがあの俗人的じゃない仕組みがもし蘇生できていれば売りやすいです。とってもあの会社の純資産プラス営業利益とか経常利益の、まあ、3倍から8倍ぐらい多いんですけどねの足し算した額で売れる、これから数千万とか億で売れるっていうケースは僕の周りでもたくさんあるよっていうことで、まあちょっといきなりねこの話だと難しいと思うかもしれませんけど、このバイアウトっていうのが税率も 20% ということでね、株式の売却の利益の税率が低いっていうことも含めてね、あのお金持ちになりやすい手法としてはあるかなと思います。と、まあ、現実的に僕の身の回りでお金持ちなっている人たちの事例としてはねこの辺かなっていう感じになりますよと。どうですかね、それ5つ言ってみましょう。まあ、なぜこの話をしたか、うん、ついながらついてこれないじゃ大変だと思うんですけど、うん、なぜこの話をしたかっていうのを、はいはいはい、この後ちょっとお話したいと思います。はいはい、まあ、あの肝になるのは何かと、今5つ言いましたけど、まあ、いくつかポイントがあるなと思うんですけど、まあ、まずは自分が何かを売る力っていうのかな、まあ、セールススキルみたいなものはあのみんなに身につけておいてもらえるといいかなと思ってますと。でさっき言った例えば完全報酬の営業マンとかもこれ完全売る力ですよね。あの販売する力があるからたくさんインセンティブが稼げるよとか、さっきコンテンツビジネスとかコンサルもそうですよね。自分が何かを得意なものあのがあるからそれを提案できたり価値を訴求できるから申し込みが取れるよっていうことだし、あとあの1個目で言ったあの共働き夫婦になるっていうのはそうですよね。いわばね、あのその戦略的にそういう未来を描いてそういうパートナーを見つけたりそのパートナーを説得するっていうみたいなこう提案力とか、まあ、ある意味セールス力みたいなものがあればそういうことができる切るよっていうことなので、まあ、一つは販売力とかセールス力提案力っていうのかな、これ辺を磨くっていうのが、まあ、共通項にしてあるかなと思うので、ここはまあ、 あの視聴者の皆さん全員に参考にしていただけるかなっていうところがありますよね。であとはまあそこでだんだんこう共働きとかインセンティブがつくとか自分のビジネスを売れるとかになってきた時にあの資金が増えてくる、資金が増えてくればあの不動産投資に着手できるその自己資金が増えてくるよねとか、まあ、あとは将来のバイアウトを見据えた創業するための資金が増えてくるよねとか、さっき の販売スキルが磨かれてればその事業の立ち上げもスムーズだよねとか、まあ、こういう風にこう繋がっていくものなのかなと思うので、特にあの1個目2個目3個目結婚とか共働きのパートナー見つけるとかっていうのと成果報酬が取れる仕事を見つけていくとかそこでキャリアアップしていくっていう道なのか、あるいはコンテンツビジネスやコンサル業みたいなことで目指すっていうところが努力して作っていくところ でこの先に不動産とかバイアウトみたいなものが見えてくるのかなっていう、こういうまあ階層みたいになってるかなと思うので、ちょっと今この順番で話をしてみたっていう、まあそんな感じですかね。全ての始まりは営業から始まると私は、うん、あるね、本当にそうだと思いますよ。例えば営業できて案件獲得した後に運用担当者見つけて、うん、その人に運用してもらうじゃないですか、うんうんうん、その運用担当者を口説くのも結局営業力で、間違いないね、そこで決めないといけないです。結局そこもね営業力だもんね。そう、だからそこがないと何も始まらない、うん、いや本当にそう、本当にそう。だから運用のスキルめちゃめちゃつけても、うん、結局営業ができるから営業代行に依頼しないといけないし、まさにまさに、うん、でも営業代行に依頼するのも自分を売り込むセールススキルがない、うん、いやそうだね、売り込めないから結局やっぱ売る力ないと何にもできないですよね、うん、だそういう意味では売る力とか
提案する力とかその辺のスキルっていうのを磨くことは全視聴者にとってプラスになるかなと思うのでここからまず向き合ってもらうのがそうですね、何でもいいから、うんメルカリでもいいからまず何かを売って、うんうん、その売る相手とコミュニケーションを取ってみるところから始めるっていうのが、本来一番初期ね、一番ゼロいや本当だね確かに確かに言うとそこなんですよね、不用品売るとか、ね、メルカリアマゾンで物売るとかから始めるだけでも全然違うよね大きな一歩になるからそうですね、その一歩一歩を積み重ねていくと、さっきの話にどんどんつながっていくかなと思います、そういう目線で見るとね今回の5つが結構現実的になってくるかなと思うのでぜひ皆さん参考にしてみていただければと思います、また具体的にもうちょっとこのテーマについて相談したいんだとかご相談があったらですね今公式 LINE からご相談いただいてましてオンライン面談も受け付けておりますので何かね一つこれをやってみたいけどもうちょっと深掘りして相談したいっていう方は、LINE からご連絡いただければと思います。そして令和と漢字2文字メッセージを LINE でいただきますと令和の富裕層になるため の, そのロードマップをまとめたレポートを用意してますのでねこちらも差し上げますのでぜひ LINE 登録いただければと思います。まずそこでねご相談希望ですというふうに言っていただければ日程調整して面談していきますのでぜひご連絡お待ちしております。ということで令和の富裕層研究所では様々なお金についていろいろな角度からお伝えしておりますのでぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。